災だという扱いになって公費解体をされているそうです。え、この墓石さっきのとこから流れとったってこと？まあ、東北の震災の方でも結構イベントが打たれてたりとかで、3月11日のイベントで打たれたりとかしたやつも結構中止になってるのを私も見たので、外の感じを見るとちょっと歩いて裏の道とか入ったりとかしてみると意外とまだそのままだったりっていうところが結構あるかなっていうふうに。ショックだ、兄ちゃん入れるんかと思うよ。すげえな、なんか、え、やばくないこれ。今回はアビがまたどういう風になっているのかを見たいと言ってくださってる視聴者の皆様に向けての動画を撮ろうかなと思っております。はい、ここは解体工事中の現場なんですが、災害前あったから被災だという扱いになって公費解体をされているそうです。当時の、災害があった時にプラモデルのお店 で有名な、ね、プラモデルが置いてあったお店で、結構皆さんがすごいなくなるのが悲しいってなって悲しまれたお店だったんですけど、今は薬局の方に移転して、プラモデル屋さんまだやってるみたいな。マビのなんか用水路なんですけど、今用水路、まあ水害のね関係で広げる工事をしているみたいです。こう用水路の幅を広げてますね。はい、まあ外の感じを見ると、でもこの辺なんか色変わってるから多分この辺りまでは水がこの上の来たと思われますけど、もう完全に私埋まっとるもんな、マジで。やばくない？どうやって逃げたんじゃろってちょっと。建物もまあ取り壊してるところも何箇所かやっぱり目につくし、まあ、逆に綺麗になってる店もまあやっぱりちゃんと綺麗になってる店もあって、水害があったように思えない場所も多々あったりとか。はい、ここは岡山のキリスト教の災害支援室っていうことなんですけど、まあなんかコミュニティハウスみたいな感じだそうです。で、現在もなんか中会議中みたいなんですけど、まあこの会議もなんか3月のイベントについての協議らしく、まあこの辺の、ね、災害の復興のイベントとかも結構あったみたいなんですけども、新型コロナウイルスの影響によりマビ中学校チャリティーコンサートを中止することになりましたっていう形で、まあ、結構その復興でのイベントっていうのも結構企画されてたみたいなんですけど、先ほど聞いたら、まあ、東北の震災の方でも結構イベントが打たれてたりとかで、3月11日のイベントで打たれたりとかしたやつも結構中止になってるのを私も見たので、まあね、そのウイルスの影響で復興のイベントすらちょっと今できないような状況にはなってますが、それでもまあいろいろね、皆さんできることから頑張ってっていうことで今会議中。ここは堤防1年前に撮ったと思うんですけど、なんか黒いホースがついてるけど、氾濫する前にこう水をうまいことこうちょっと外に徐々に出していって、こう氾濫を防ぐためのホースだと思うんですけど、もしかしたらなんかホースが地面のなんか下にこう入っとるような感じになってるんで、地下というかその用水路に川の水をまあ最悪こう流して氾濫を止めるようにこう今工事してるんじゃないかなと思います。
るんだけど。え、この墓石さっきのとこから流れとったってこと？ちょっと待って。え、墓石が、まあ、ここにあるんですけど、さっきのとこから、え、結構歩いたよな。流れた墓石がさっきの階段じゃない、なんか坂の下のやつだったっぽいんですけど。え、マジでこれ流れる？普通。でも流れるんかな？やばない？ここが氾濫して、で、まあ、ここから、その辺に、さっきの墓石が散らばったと見られますね。でも、まあ、なんか結構、なんか、昔の石というか、ね、そんな感じやったから、まあ、ここに戻すことも多分できず、まあ、触れない状態で、まあ、ちょっと一箇所にまとめられて、あそこの区画にあったのかなと思うんですけど、まあ、でも、そういうことになっているという、ね、なんかあれですね、まだでもやっぱりそういうのがまだいっぱいありますね、いろいろやっぱ歩くと感じになってるけど、おいい、やば、何？家だったんじゃろうな。こことかも。なんかもう空き地になってるけど、こことかこことか。もう全部多分倒した後になってて。でもこことかを建て直したのかなと思うんですけど。まあ建ててるところもありますけどね、新しく。でもまあもともとちゃんと建てた家がなくなったんだろうなというところがもうすげえ数えきれんぐらいあるな。まあパッと見た感じは、まあ水害がすごいあったっていう感じもなんかちょっと少なくはなってるかなと思うんですけど、一見。でもやっぱちょっと歩いて、あの裏の道とか入ったりとかしてみると、意外とまだそのままだったりするところが結構あるかなっていうふうに思います。ここは、マビファームなんですけども、頑張ろうマビ町って書いてあって、ここに奇跡の生還をしたということで、リーフがの起こした奇跡は絶対に忘れませんって書かれてる。で、その馬がいるっぽいんで、去年の夏に、出産したんですよ。赤ちゃんを。っていうニュースもね、出ててね。すごい奇跡の馬と呼ばれている馬です。うわ、すげえ。こんな感じなところなんじゃん。え？くしょ、なんかこの前のドイツの森思い出すね。あ、リーフちゃんって書いてある。かわいい。え、あれ？あれじゃん？え、何リーフ記念碑って。え？ 11 月27日、これからも見守ってください。どういうこと？え、子供生まれたくない？え、待って待って。嘘じゃろ？ 2019 年11月27日にポニーのリーフが移民しましたって書いてあるんだけど。2019年8月16日には台風10号の最中、娘、ランを出産して。え、リーフ亡くなったの？マジで？なんかすげえショックなんだけど、マジで？え、で、こんな記念碑がもう作られたっていう感じ？そうなんだ。ということで、リーフはいなくなってるということで、私もちょっと衝撃だったんですけど。撮ってもいいですか？撮ってもいいですか？これ はい、牧場がある。あ、牧場があるんですね。あ、それじゃなくて。マジショックだ、兄ちゃん。入れるんかと思いきや。え、じゃあその、え、娘のランちゃんとか今の。あー、なるほどな。大きくなっとったな、なんか写真で、なんかニュースの写真で見たのよりめっちゃ大きくなっとった。なんか残念じゃな、知らんかった。
けえな、なんか。やばくないこれ。マビを、まあ結構代表する、キビのマキビっていう人で、で、この方は、まあ、唐から最先端の知識を日本に持ち帰った人と言われているということでですね。え、すげえ、めっちゃでかくね？すげえな、これ。よいしょ。こんにちは。え、すごいなぁ。なんか大層な感じだけど、これ。ということで、まあ今日、もう日も暗くなってきて、いろんなところに行ったんですけどね。まあ、1年ぶりぐらい、まあ夏に行ったからまだ1年経ってないか。まあでもそれぐらいに、またマビの方に来て、ああ、なんかまあそのままのところもあれば、まあすごいやっぱり現状復帰してるところも結構たくさんあったり、まあ、でもまだまだ全然そうではないところも結構たくさん、ね、まだ現状としては残っているんですけど、この夏で2年ぐらいが経とうとしていて、まあ実際にまあね、すごい被害があった当時は結構いろんなテレビとかニュースとかもどこを見てもその記事が多かったですけど、まあちょっと最近はそれも少なくなって、ちょっとすっごい忘れで、みんなもちょっとまあいろんな現状復帰して、ちょっとこう安心してきたかなっていうね、ところもありつつなんですけど、まあまだまだ全然復帰しないところも多く見られたので、で、まあ馬も、リーフちゃんも、私実際スピチューブで見たことはなかったんですけど、取りに来て、全然私の中では奇跡の馬で生還して、お子供が生まれておめでとうみたいな感じで思ってたのに、まさかの亡くなっているという、ね、そんな現状に私も知らんうちに馬も亡くなっとったりで、なんか、ああ、やっぱ実際ね、まあ、時は過ぎていくんだなというか、まあでも、リーフちゃんもちゃんと子孫を残して、旅立ったということでね、その馬や、まあ人のね、こう、命がね、こう継がれてね、こう、残っていけばいいなと思います。はい、ということでですね、まあ、マビ、まだまだこう、ね、私たちもこう、これからも撮っていこうと思います。頑張っていきたいと思いますので、これからもご視聴の方よろしくお願いします。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。